はい、今日も商業図やっていきたいと思います。さあ、いやちょっと前回ね、お前が先手だ、まずい負け方をしたので、対局検診、3級の方ですね。よし、同じ3級なら負けたくないですね。大事、三間飛車できます。あ、振りかな、三間飛車、相三間ですね。さあ、どういう感じくるか。相手居飛車というか、まあ、袖飛車ですね。どういう感じなんでしょうか。銀上がっていきましょう。中央から銀が出てきそうな感じかな。割と攻めっ気が強そうな感じがしますね。銀上がってきた。どう受けるかな。こう上がってくるでしょ。なので、つけてくるのかな。中央歩突いてきますか。まあ王様1個ね、といて、さあさあ、よく寄りましょうかね。足は受けます。美濃囲いでいきたいと思います。さあ、相手どういう感じなんだろう、囲いは。まあ、ここ筋ついてこようかなって感じかな。早速ついてくるのかな。中央出てみましょうか。これ歩ついてきそうですね。美濃囲い、これは取り込むしかないか。まあそうだな、中央どういう感じでいきますかね。まあでもじわっといきましょうかね。ああ、そっか。あ、確かにこれはまずいか。これまずかったか。これはまずかったですかね。そうですね。まずそう。あんまり良くなさそう。これは、まずいですかね。お？しかし、どうなんでしょうか。そうですね、王手飛車を嫌ったって感じなのかな。だとしても、いやー、ちょっと難しいな。桂馬離れてくるのかな。さあ、桂馬跳ねてきて、どういきますかね。なんか歩とか突かれたらもうすでに嫌なんですよね。そうなんだよね。歩たたく。7分。歩を受ける、桂馬、
そうか。どういう手でいこうかな。今ちょっとまずかったけど、まあなんとかなりそうな感じなんで。一回、ちょっと変ですけど、金で守りに行きますかね。さあ。どうするよ、これ。どうする？いやー、かなり形悪いけど、どうなんだろう。角打ち、はあ、突き刺すか。突き刺しといて、そうだよね。まあ銀がどうか、張り付いてきてどうか。これで、ちょっと待てよ。冷静になんかいい手ありそうな気もするけど。歩成りが厳しいもんね。歩成りが厳しいので、打ちたくなるけどね。ダメなのか。5分。歩成りがかなりきついのか。きついね。歩成りがかなりきつい。打って一個下がって銀打ってそれでいくか。強引ですけど。ああそっちに下がるのか。歩成りが受けないとまずいってことだよね。一回歩成りを受けといて、角。そうだね、これは確かに。角で取っといて、ただなんでね、もらっときますけど。さあ、あとは時間がね、守りきれれば。はい、ということで、さすがの腕前じゃの。まあ、ちょっと角の利きをちょっと見逃してたということで、まあ、ちょっとラッキーでしたかね。まあでも慣れるとこがないので、まあ、どっちにしても最善手でしたか、今の。はい。ちょっとね、角打ちが良くなかったんですかね。まあ、形的にはちょっと途中、多分食い破られてた部分があったので、その時なんか端歩ついてくれて多分、おって飛車嫌がったのかな。なんかそれで、随分、まあ、助かりましたね。まあね、王様が異玉だったので、そう。まあ、なんとかなるかなとは思いましたけど。はい。ということで、3級の方に見事勝利することができました。いやー、次は、そうですね。2級の方もしっかり勝って、連勝していきたいなと思います。ありがとうございました。